ャンプファイヤーこれからやっていきます。今日はねちょっとアートファイヤーっていうのにも挑戦してみたいなと思ってますので、最後までぜひご覧ください。よし、それでは着火ステイ。ファイヤー、かなりのファイヤー、お、いい感じのファイヤー。消えちゃった、火消えちゃったよ。そんなことある？燃えてきた。で、ちょっと微妙かもしれない、入れたとこ。はい、というわけでこんな感じにキャンプファイヤーがいい感じに仕上がってきたので、今日はここまでにしたいと思います。今日の反省点はですね、かなり炭と火がしけっていたので、これからちょっと火とか炭とかをできるだけしけらないようにしようと思います。ちょっとね、しけるとねめちゃめちゃ時間かかるんで、ちゃんと乾燥した炭とか火を燃やすっていうのが一番いいっていうのが分かりました。今日の反省点でした。この動画がいいねと思ったら、よければ高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。